はい、大楽の窓です。今回の話題、韓国文大統領 BTS を外交官にでも呼ばれたの。そして今回ご紹介するタイ人の声、全米で彼らは本当に通用すると思いますか？今回はこういったお話からお届けしてまいりたいと思います。まずは韓国ローカル記事から意訳でお伝えします。防弾少年団 BTS が14日大統領府でムンジェイン大統領から未来の世代と文化のための大統領の特別施設の辞令を受けた。大統領が同日 BTS メンバーへの贈り物は赤色のカバーの大韓民国外交官旅券と万年筆であった。外交官パスポートは大統領、首相、外務省の所属公務員など特別な地位のもの以外は発給されない。外交官旅券所持者は国外での司法上の免責特権を与えられ、空港から出入国時の持ち物検査対象からも除外されるなど VIP 特権を受けることができる。また一部の国ではビザ免除も与えられる。BTS のメンバーに与えられた外交官パスポートはいわゆる大統領特別施設の地位にふさわしい待遇レベルで用意されたものと解釈されるということでありますけれども、外交官というのは国と国のそのなんて言うんでしょう、信用の上で行き来を認めるものだと思うんですが、文大統領は自国のタレントですよね。そのような特権を簡単に与えてしまっていいのでしょうか。これはよそ様の国のことだから無関係だというわけには参りません。国家間の信用問題に関わる話だと思います。本来はその国に入国した後の待遇はウィーン条約に基づいてものすごい条件が付与されるというわけですよね。記事中には施設団としての特権で空港のね、手荷物検査、そういったものはパスされるよということ、それからまあ一部のね、司法的に有利になるということも書いてありましたけれども、要はですね、犯罪、それから逮捕、裁判、家宅捜査などがかなりの範囲にわたって免除されてくるということですよね。なんかもしやったとしてもですね、言い方は悪いですが、悪用しようと思えばですね、それできないことではないということになってくると思います。だからこそ、各国とも付与の基準はものすごく厳しくて、現職の一般の国会議員でさえもらえないということもあるというわけですね。このパスポートの有効期限がどういうものなのか、詳細は不明でありますけれどもね、この文大統領が発行したものですけれども、これでもし仮に日本に入ってこれるということになったらですね、これどうしましょうと私は思うわけです。もっとも今現在はコロナ感染予防対策から外交官であってもよそ様の国ですよね。別途ビザをちゃんと申請しないと普通にはね、その外交官パスポートだけではね、すんなりと入ってこれないということにはなっているそうですけれども、これは外務省のウェブサイトにもそのようにね、今現在記載があります。それは韓国も対象になっておりますが、しかし防弾少年団のような存在があのようなね、特権でもしもまかり間違って日本に入っていくということになったらたまったものではないと私は思います。日本の原爆被害をある意味揶揄するような変なね、T シャツを着て大問題、非難を浴びたそういったグループでありますから、日本国は外国使節団のような扱いをするべきではないのですけれども、この辺でもしそういうことで入ってきた場合どうなってしまうんでしょう。コンサートなどでは、商用ではですね、入国できないと思うんですけどもね、外交官ビザではですね、そういう商売で入ってくるということは、おそらくこれ認められないのではないかと思うんですけども、変な利用をされまいかと気にもなります。例えばプロモーションでね、インタビューを受けるんだみたいなことで、入ってくるのはできるのではないかとも思うんですけども、この辺どうなんでしょうか。もっとも日本もすでに韓国から日本の天皇陛下はですね、日曜呼ばわりする、今日小一なるバリッバリの反日を駐日大使として迎え入れてしまいました。信任状方程式ももう済ませてしまいました。これも問題でありますけれども、一方有名 K-POP アイドルによる暴行事件などもね、頻発しております。これは韓国でありますけれども、外交官特権などをね、付与して、もしも将来万が一にも日本に入国されることがあったならば、それこそね、私はね、愚の骨頂だと思っております。
ところでそもそもなぜですね、文大統領は今回防弾少年団に外交パスポートなど発行したのかなということでありますが、ここにね記事にそのね理由が書いてあります。 BTS は次の週アメリカニューヨークで開催される第76回国連総会に出席で本格的な特使の活動を開始することになる。今回の国連総会では持続可能な開発目標 SDG が重要な議題として議論される予定で、防弾少年団は20日現地時間に開催される SDG モーメントのイベントに参加し、講演し、映像でパフォーマンスを披露する計画だというね、こういうことをね高らかに宣言しております。ここで文大統領としては最後の大仕事の一つとばかりに輝かしい功績を残してやろうと、そしてあわよくば文さんの大好きな一対一の首脳会談まで取り付けたいと思っているようですけれども、ところが当のアメリカ受け入れ国ですよね。このような状況のようです。流行状況を理由に非対面出席を進めたが、文大統領が南北国連同時加入30周年の基調演説を行う意向を強く表明していたと言われる今回の渡米には、キム・ジョンスク夫人も同行する。バイデン政権は先月国連加盟国に新型コロナの状況を考慮して訪米を自粛してほしいという内容の書簡を送った。日本の菅義偉首相らも今回の国連総会に対面での出席はしない意向を明らかにしており、実際に二国間会談などを通じた外交的成果が出るのかは不透明な状況だ。こうした中、バイデン大統領は今月末の日米豪印4カ国クアッド首脳会議のためワシントン DC を訪問する菅首相とは二国間首脳会談を行う予定だが、文大統領とはこうした計画がないことが分かったということでね、まあ今最後のこの部分は朝鮮日報の記事でありましたけれども、失笑ですよね。ホスト国の代表から大統領からコロナのこともあるので遠慮してくれないかなとわざわざ言われているのに、ゾロ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 とですね、夫人は連れて行くわ、わけのわからないタレントは連れて行くわ、さらにはですね、基調演説でマイクまで俺に回せと言っているわけですね。そして極めつけは首脳会談もやらせろということでね、まあコロナ禍だからと言っているのにこういうことを言うわけです。挙句に結局これ韓国さんはお呼ばれしていなかったということですよね。これ文大統領が勝手にこういう希望を一方的に高らかに宣言しているということであります。朝鮮通信使じゃあるまいし、大勢で押しかけて何がしたいんでしょうかね。この最中迷惑極まりないと私は思うわけですけれども、少しはねわきまえるということができないんでしょうか。前半の韓国ローカル記事にはいろいろとネット上の声もね、韓国人ですけども上がっておりました。たった1回の行事のためになぜ外交官パスポートまで発行する必要があったのかということでね、まあおっしゃる通りだと思います。それから自分の保身のために政治利用するのはやめるべきということでね、これはもう見抜かれておりますよね、今この事故に及んで。それからパフォーマンスですね、正気の沙汰ではない、自慢の大韓民国国民、当然兵役は行くんでしょうねということでね、 BTS のメンバー兵役はね免除するとかしないとか言ってですね、そして国民からは大いに批判を受けてきているという状況でありますが、どうもまだ決まってないようですよね。文大統領も任期満了も近いことですし、今回の件でいろんな、ね、意味はあるのでしょうけれども、一つには、ねまあ、防弾少年団の臨機を利用しておきたいといったところではないでしょうか。この先自分自身もどうなるかわからない、もう前例に習うとですね、大統領が、ね、もう一度辞めると交代するとですね、ひどい目に遭うということもあるわけですから、その時に国民からですね同情が得られるようにできるだけ人気を集めておきたい、それには BTS が手っ取り早いといったところではないでしょうか。まあこれはあくまで私の考えでありますけれどもね。まあさて、それでは実際に防弾少年団を外交使節団として連れていくことになったとして、アメリカでは本当に拍手喝采となるのでしょうか。まあこの話題はですね、対楽これより以前の動画でもいろいろ扱ってまいりましたが、今回はこんな大臣の声をご紹介したいと思います。
防弾少年団はまだアメリカのアーティストと競うことはできませんか？直近ではビルボードチャートにも連続10週でランクインしています。グラミー賞は狙えないでしょうか、というね、この人おそらくこれ対人女性でありますけれども、ファンなんでしょうね。まあこういう投稿を上げておりますけれども、これにどんな返信があったか。まず1人目、彼らも外国人アーティストを自国のアーティストと比較してどう評価するという問題があります。難しいですが可能性はあるのでは、ということでね、まあゼロではないと私も思いますけれども、これはねどうなんでしょうか。はい、それから次、私は別にファンでもありませんが、アメリカで活躍する大物アーティストと本気で競えると思っているのですか。ボンジョビやガンズ、ボーイゾーンなどもいますが、ということでね、彼らと本気でやるのかと。まあね、本当に歴史も違いますからね。それから次、多くの人が否定的な意見をぶつけてきます。めまいがするほどの偏見。人類が火星に到達することができてもこちらの話は信じないでしょう。気にしないことです、ということでね、まあこれは BTS のファンだと思うんですけれども、もう私たちは批判ばっかりされるというね、ぼやいておりますけれども。それからビルボード紙のインタビュー記事が載っても不信感を抱き否定する人ばかりです、ということでね、まあそういうアメリカでね、メディアで取り上げられてもダメだと、この人もまた怒っておりますけれども、これに返信でしょうか。残念なのはインタビュアーも韓国人だったこと、だから大きく取り上げられず拡散しなかった、ということでね、まあ自作自演に見られますよね。それから洋楽ファンはアジアのアーティストが世界の音楽シーンで競争力があるとは思っていないから、なかなか取り上げられないのでしょう、というね、こういう理由も挙げておりますけれども。それからもう1人、ビルボードチャートはあくまでランキング結果です。でも実際に競う相手はジャスティン・ビーバー、セレーナ・ゴメス、アリアナ・グランデ、テイラー・スウィフトたちです。この意味がわかりますか？チャート結果などで判断しても無意味ですよ、というね、こういう意見。そして最後のコメントですね。別に軽蔑するわけではありませんが、チャートは実態を反映していないと思います。ということで、まあね、この辺のチャートの操作があるのではないかと、そういう疑惑もあるよということはね、これより前対楽でも取り上げました。はい、ということで今日の動画はここまでです。皆様は今回の話題、そしてタイ人のコメント、どのようなご感想ご意見をお持ちになられましたでしょうか。ぜひ今回もまた皆様のコメント楽しみにお待ちいたしております。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録、ベルマークのクリック、もしよろしければ高評価ボタンのほど何卒よろしくお願い申し上げます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。